お久しぶりです、店長です。じゃあ今日はですね、青森県の三戸町というところに来てるんですけども、ここでですね、まあ、何しに来たかっていうと、まあ、僕が好きなですね、湧き水が、まあ、ここの鳴居岳のふもとで湧いてるんですよ。まずはちょっとそこに水汲みに来たのと、あとね、ここら辺多分林道結構あると思うんで、そういうのを、まあ、ちょっとね、林道を、まあ、探索っていうかね、新しい林道を探しにちょっと来てみました。じゃあですね、まあ多分水汲むのが先になると思うんですけど、その後に林道を探しに来ますんで、よろしければね、本日も最後までよろしくお願いします。ここ右に曲がって、あっちからでも行けんだけど、行き過ぎかな、こんなに行かなかったような気がするんだけど、まずいな、なんか明らかに違うぞ、まずい、お、車が来ないかちょっと確認しながら、でこの正面で湧き水がありますね。とりあえず ここね、ほんと美味しいですからね六甲の美味しい水より美味しいから、ただね、バイクだとね、そんなにたくさんは多分持てないんで、すってる、すごい、うわぁ、しまった、いって、あー滑るな、ここいった、ここすごい滑るんで気をつけてください。こんな滑ったの初めて。入るかな。これね、ここ滑るんで気をつけてくださいね。もう思いっきり、ほら、やばいんで。こんな滑ると思わなかった。この前来た時風がすごかったんでね、水が横にこうやってずれていったりしてましたけど。今日は風が少ないんで大丈夫です。今ね、トータルで6リットル汲んだんですけど、まあ、バイクの挙動にある程度は影響出ると思う。ただね、今回ちょっとガソリンが少ないんで、満タンでは来てないんでね、それでチャラになってくれればいいなって思いますけど、ちょっと重くなるんでね、しっかりやっていきましょう。まあ、さっきね、ちょっと転んじゃいましたけど、湧き水の前でね、まあでもね、まあ、バイクで転ぶよりはマシだからなんかね、こういうアクシデントがあった時にね、何々になるよりはマシっていう風に考えるようにすれば、まあ過度に落ち込まずに済むっていう心理テクニックがありますまあそうやってね、ちょっと自分をあまり落ち込まないようにね、した方がいいと思いますね。まあしょうがないかな、あれさっきのはもうあんな滑ると思わなかったわ、ね、ということでした。じゃあ今日ね、ちょっと雨が降りそうなんですね。まあ、雨の予報も多少出てるんで、それでですね、どうするかっていうと、これ右なんだよね。とりあえず気になるところ、今までね走ってきて、ちょっとこっちどうなってるんだろうなって気になるところがあるんで、そこにちょっと行ってみます。で、まあ、もしかしたらね、それ林道に出れないかもしれないですけど、まず、まあ、それはちょっとリアルで本当に初見で初めてでやってるんで、まあ、そういうこともあるかもしれませんが、よろしくお願いします。この三戸町っていうとこなんですけどね、ここもね結構いいんですよ、いいとこなんですよ。さっきねちょっと転んでるからね、ちょっと精神的にちょっとなんていうの、浮き足立ってるんで切り替えていきます。じゃないと危ないから、これこういう時本当に転んだりするから。それでね、僕がとりあえず今気になってるのが、まあ、橋があるんですよ。でその橋の脇に道があって、下の方に行けるようになってるところがあるんですよ。でそれ前から気になってたんで、ちょっとそこ行ってみたいと思います。そこ行けばどうなるのかっていうので、ちょっと行ってみます。まあ、こういう林道探索の動画に、まあ、需要があるのかどうかわかんないですけど、まあちょっとまずやってみて、需要がなかったらもうあれですね、打ち切りっていうか今回限りになっちゃいますけど、こういう橋のね脇に道があるんですよ。あ、そこ道、あ、じゃあ行ってみようか。
そこに道、脇道あるんで、ここちょっと行ってみることにします。左折ですね、ここね。で、ここはね、ちょっと行ったことないんで、ちょっと気をつけながら。まあね、アスファルトなんでね、まあおそらくどっかには通じてるでしょうね。あ、これ右も行ってみればなんかあるかもね。今右側は完全に林道ですね。これはどうなってんだ、ここ。ここは多分広場だよね、多分ね。さっき 12% って書いてましたけど、普通ね 12% ってなかなかないんですよ。だけどまあやっぱり山だから結構頻繁にありますよね、 12% とか 14% とかで。なかなか見ないですけどね。とりあえずね、まあ下アスファルトなんで、まあ、かなり安心して進んでます。で、一応ね、クマ対策で、あの例のピス火薬のピストルは持ってきてます。危ないんでね、万が一出た時対応できないんで。普通に多分な、農家の農道とかなんだろうな、多分ね。普通にこれはあれですよね、農家の方たちの、まあ、農作業をするための多分道路ですね、これね。ちょっとこれはあれだな、あまり、まあ、意味がないっていうか、それほどあれでしたね。どうしよっかな、じゃあ適当に、ちょっと適当に流して、またどっかあったら入ってみます。どっかあったらってないよね、これね。左側多分ね、これ多分農家の方の畑だと思うんで、そこは行かないようにします。あまりね、人様に迷惑かけるようなことはちょっとやりたくないんで。どっちだこれは、ちょっと右行ってみるか。完全に勘ですけどね、これ。さっきの道戻ったんじゃないかな、そんな感じだね。こういう道とかもね、子供の時とかだとね、自転車で走り回ったりして面白いと思いますけどね。これさっきの T 字路じゃねえや、十字路だから戻りましたね。こういうところはね、あんまりスピードは出さない方がいいですね。こういう民家なんでね、もう十分すぐ止まれるスピードで行った方がいいと思います。ここはね、もうあの道だな、何にもなく、こっからだってタッコ行ったってしょうがないしね。いやー、湧き水汲むだけの動画になっちゃいそう。申し訳ないですけど、まあ、雨も降りそうなんで、これで帰ります。すいません。三戸町ね、結構こうやって自然に囲まれててすごいいいとこなんでね、まあ近くにお住まいの方はね、ここら辺バイクで流すのもすごいいいと思います。まあやってるでしょうけどね。はい、じゃあ本日はこれで失礼させていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。